MG, MGF はイギリスの自動車、ブランド MG が開発したライトウェイトスポーツである。本校では MGF の後継にあたる MGTF についても解説する。1995年、ローバーより量産車での MG ブランド復活に合わせて開発、発売された。当時のローバー技術陣には、 新規の FR レイアウトによるスポーツカーを開発する予算と時間がなく既存車種であるローバー100のコンポーネントを利用した MR の2座席オープンカーとして開発された2002年には TF へとモデルチェンジしフロントマスクのデザイン変更に加えサスペンションやエンジンも改良された2011年に生産を終了した1995年登場の初期型は マーク2と比較してマーク1と呼ばれる。MGF において特筆すべきポイントとして古くは BMC 時代のミニヤード -16 を搭載した K1.8VVC が追加された。この K シリーズエンジンはヘッドガスケットの強度が弱くエンジン故障を招きやすいとされている。組み合わせられるトランスミッションはいずれも5速 MT のみである。 同時代のニザオープンスポーツカーと比べエンジンは、それほどパワーがあるものではないが、車重が1トン強と軽量なため、最高速度は、計1 8エンジン搭載車種で、時速 195km、計1 8 v v c 仕様では、時速 210km をマークした。1999年には、イギリスで MG75 周年を記念した。 m g f 7 5スアニバーサリーリミテッドエディションが限定発売された。2000年にマイナーチェンジを受けマーク2となった。6速 CVT のステップトロニック搭載車が追加されたほか、同じ K シリーズ4気筒の1.6リットル、K1.6 エンジンを搭載したモデルも追加され、VVC エンジン搭載の車種には 160HP を発揮する。 トロフィー160と呼ばれるバージョンも追加された。MGF は好評をもって市場に受け入れられ、日本では日本カーオブザイヤーのインポートカーオブザイヤーを受賞したこともあったが、イギリス国内の自動車メーカー再編劇に MG も巻き込まれた影響で2002年に一旦生産を終了した。マーク2の日本代理店での輸入台数は少数とされる。CVT 搭載者。 1.6リットル車、トロフィー160は、正規輸入されなかった。2002年、BMW より独立した MG ローバーの下で、MGTF がデビューした。基本コンポーネンツは、先代、MGF と同一ながら、液体式関連喧嘩システムのハイドラガス、サスペンションを廃止し、リアサスペンションのマルチリンク化、フロントマスクなどのエクステリアの変更が行われた。 エンジンは、出力が向上し、K1.6 は 116PS に、K1.8 は 136PS に、K1.8VVC は 160PS に、アップした。合わせて、グレード名も一新され、1.6リットル車は115、1.8リットル CVT は120、1.8リットル MT は135、1.8リットル VVC は160と、 エンジン出力に合わせた名称となった。2005年 MG ローバーの経営破綻により製造中止となった。日本市場へは当初135と160が導入され、120も2005年7月に発売予定だったが前日の経営破綻により取りやめとなった。 南京汽車での製造2008年、南京汽車参加の NAC MG において、ほぼ MG ローバー時代と同じ内容で TF の製造が再開された。500台限定の LE500 を皮切りに、通常モデルの TF135、50台限定の t f 8 5スアニバーサリーが製造された。エクステリアはフロントグリルが変更され、 インテリアにも若干の変更が加えられているほか、エアコン、オーディオ、安全装備などで、標準装備の充実が図られている。エンジンは、従来の K シリーズエンジンから、欧州の環境規制に合わせて改良した N シリーズエンジンに変更された。2009年1月8日に、ナック MG が、MG モーター UK に社名を変更して、以降もロングブリッジ工場にて製造を続けていたが、 2011年3月、需要の低迷と部品供給の問題から生産終了を発表した。生産総数は906台。日本市場には導入されなかった。ありがとうございます。